ごいですね。パソコンが得意だとおっしゃってたので一緒に遊んでみたんです。そうしたらもう最初は手も足も出なくて妨害できないんです。聞いてみたらなんと能力でそんなことができるというじゃありませんか。それは卑怯だと思ったんですけど、よく考えたら使える手段は全て使うのが。あ、すみません、ちょっとヒートアップしちゃいました。改めてウイハル飾りです。今回はよろしくお願いします。私は基本的に177支部からサポートするのがお仕事でして、能力もあまり役に立たないので主にバンクを使ってデータを探したりします。それで今回の問題はあなた方の情報がどこにもないことなんです。なのでその点についてちゃんとした説明ができれば解放されますよ。情報がないというのはそれはそれで問題なんですが。ああ、いえ、とにかくあなた方についてはそういう話ということです。大丈夫ですよ、皆さんいい人そうですしね。やっぱり能力を使われるとどうしようもありませんね。ネットワーク上で全ての罠を無効にできるなんて反則すぎです。あ、でも今回は爆破テロなのでこの力は関係ありませんよ。改ざんされた痕跡もないので私はあなたたちのことを信じることができます。こんなハッキングの能力があればまず情報から攻めるのが効果的ですから。それをしていないというのはあなたたちに悪意がないということでは。と、痕跡すら偽装できるならそもそも私の力ではどうしようもありませんけど、そういうことまではしてないってなんとなく思ってますから。だって自分たちの疑いを晴らすために捜査に協力してくれてるんですよね。もし爆破テロの犯人なら私たちから逃げようとするはずですし、それに学園都市のことを全く知らないって口にするのも不自然ですし、何らかの事情があってここに来たのは確実ですがテロではない。今はそれだけ分かってれば十分です。白井さんたちもそう判断してますし。白井さん、こういう説明はあまりしないので。私がお伝えしました。そういうことでよろしくお願いします。